昨日男性が熊に襲われた立山町米道の現場からおよそ1キロ離れた釜ヶ淵小学校では全校児童が保護者に付き添われ車で通学しました。この学校では熊の目撃が相次いだおよそ1ヶ月前から8割の児童が車で通学していますが、昨日学校近くでけが人が出たことから今日から全校児童が保護者に車で送り迎えされることになりました。いつ出るかわかんないと思ったらちょっとやっぱり怖いですよ本当に、なるべく早くね、なんとかなればいいなとは思ってます。昨日立山町米道の住宅地で75歳の男性が熊に襲われ大けがをしましたが、熊はまだ見つかっていません。猟友会などは昨日から川の近くの茂みに檻を設置していますが、熊がかかっておらず、警察と猟友会がパトロールを行うなどして警戒を続けています。